皆さんこんにちは。今回は、銀狼の事前ビルド動画になります。それでは、まずは銀狼の仕様と気づいた変更点についてから。まず、銀狼の通常攻撃ですが、CBT だと。テンプ込みで、攻撃、防御、速度、いずれか一つを、ランダムに低下させます。はい、CBT の頃のテキストだと。通常攻撃時、65% の基礎確率で、ターゲットにランダムな欠陥を埋め込む。炭鉱とか、散歩とか多段する系のキャラは、攻撃回数分判定があると聞いたのですが、それを踏まえると、2回分判定がありそうですね。続いて、テンプの詳細です。銀狼のダウンできるステータスは、攻撃、防御、速度、で、銀狼のターゲットにデバフがあればあるほどダメージアップ。おそらく同じデバフが重複するとただの更新になると思うので。というか、重複とデフォでは読まないのか。それはさておき、銀狼自身のダメージを伸ばす秘訣は、敵の状態異常数にあるということだね。また、公式配信で銀狼の攻撃をするたびに、という説明の仕方だったので、通常攻撃だけではなく、すべての攻撃が対象になった可能性があります。根拠はこの後も見てくれるとわかるかと。私は攻撃のたびに確率で敵にランダムな欠陥を一つ埋め込める。欠陥は3種類あって、一応銀狼のデバフについて欠陥丸型って感じで、攻撃ダウン、防御ダウン、速度ダウン、すべて別々のカウントだね。また CBT ではレベル1だとダウン値が 10% だったっぽいですが、 OP で使用するとダウン値が 7.5% なので、テンプのステータスダウン倍率にナーフが入った可能性があるね。続いてスキル。敵に仲間の属性からランダムに1個弱点を埋め込みます。ガツンと来るやつでいこう。特徴としては、すでにある弱点は埋め込みません。そうでしょうねって感じ。今回で言えば雷がすでに弱点なので、漁師を埋め込みました。また、漁師を埋め込んだ場合はその場で削るようです。銀狼のスキルについてです。敵1体に、漁師ダメージを与えた後、75% の基礎確率で PT の属性から1個埋め込みます。で、その弱点の耐性を下げます。そしてもしかしたら強化されている可能性があります。で、気になったことが、なんと、全耐性ダウンのデバフをしています。さらにこちらを見てください。ガツンと来るやつでいこう。タイミングが悪かったようね。はい、なんとスキルでもランダムな欠陥を埋め込むようになっています。ここで考えられる変更は、スキルでも欠陥の埋め込みが可能、あるいは弱点撃破でデバフ埋め込み。スキルで全耐性ダウン、あるいは弱点撃破で全耐性ダウンです。なお、銀狼の CBT の一突が弱点撃破で欠陥1個埋め込みなので、そうなっているのか、それとも全ての攻撃で欠陥埋め込みか。でも、全耐性ダウンは謎。この後紹介しますが、少なくとも OP で4突している可能性はかなり低いと思う。冒頭で話した通り、必殺技まで見ればテンプの変更を確認できそう。埋め込みによる弱点耐性ダウンはそのまま発揮してる。となると、全耐性ダウンは？そして、謎要素ですがこちら。開幕、耐性ダウンにターンをします。これは、CBT に突の銀狼の効果です。先ほど、CBT の1突効果が発動していたので、少なくとも OP の銀狼は2突以上していることになります。全属性耐性ダウンだけが、今のところ謎要素です。そして、必殺技、かなり変わっています。CBT ではもつれ状態付与と漁師ダメージだったんですが、バトル体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。はい、敵が生き残ったので詳細を見てみましょう。まず、欠陥を1個ランダムにぶち込みます。これは、1突効果なのか、
それとも追加効果の可能性もあります。で、防御ダウン値は脅威の 40% です。公式配信より、銀狼の必殺技は防御力をダウンさせてから、ダメージを与えます。防御力耐性ダウンは3ターン継続でかなり長いですね。ちなみに防御力ダウンは同レベルだと実質火力 1.25 倍程度です。血管を埋め込むのは、今のところ全ての攻撃。ですので、公式配信の攻撃は全ての攻撃を指していそう。放送での説明とマッチさせると、テンプが強化されてる可能性高そう。となると、全属性耐性ダウンが1突で、2突が効果抵抗2ターンダウンのまま説かな。ということでまとめました。自分が確認した範囲だとこの辺りが変わっていそうです。ちなみに、パッシブ系は多分確認できないかな。OP の時点だとレベルもかなり低いと思うので、そもそもパッシブが解放されていなさそうです。順番逆になりましたが、パッシブと突効果について CBT のものを紹介します。はい、パッシブです。1個目は、スキル発動時、敵のデバフが3個以上あると、確定で弱点を埋め込む。2個目は、通常攻撃でさらに追加で欠陥を埋め込む。3個目は、攻撃を受けた時敵に欠陥を埋め込む。全部状態異常系ですね。変更がなくても十分強いパッシブだと思います。続いて突効果ですね。自分が突効果変わってんじゃね?って言った理由は、2突効果は、現在と全く同じ効果で、スキルで弱点埋め込んで、その耐性もダウンさせていたので、余った枠が1突しかないなと思ったからです。推測なので違っている可能性も高いです。で、4突が EP 回復系。間突が弱点埋め込みが永続になるようです。1突が全耐性ダウンになってるなら1突が強そうだけど、それ以外だと、2突が強そう。間突効果はどうなんだろうね。そこまでするとさすがに強そうではある。続いて効果命中について軽く説明します。敵はレベルに依存して異常耐性を持っています。レベル90の敵だとすると、20%、50%、敵によって違いますが、この範囲内に収まります。実際の状態異常の命中率はこの計算式で、銀狼のスキルは、敵のデバフ耐性は考慮しないので、この簡単な式となります。敵の効果抵抗が 40% の場合、だいたいこんなイメージ。効果命中が高い方がかなり目に見えて成功率が上がります。ですので、効果命中は漏れば漏るほど、状態異常の成功率で考えればお得です。効果命中の一つの目安は生じが 100% まで攻撃力に変換できるので、100% が一つの目安ですかね。これを超えると、いかにデバフを安定させたいかって感じ。個人的には具体的な数値どうのよりも、デバフは入るかどうかの1カレーしかないので、それをどこまで大事にするかだと思います。上振れを狙うなら、効果命中を少々下げてもいいとは思います。で、オーナメントはこちら生じの2セットが最適解でしょう。集める人は今から集めておくと良いでしょう。基本的に休養し、なは EP 効率になると思います。4セットは基本的に天才4セットでいいと思います。胸は効果命中か会心、足は速度がいいですね。なければ安定のガンマンでいいと思います。あとは、胸はサブステで効果命中を稼げるなら、会心系でいいと思うけど、その段階に達している人は相当少なそう。公園水は無課金だと配布のやつでいいと思います。効果命中を上げてくれて、敵が防御ダウンしていれば EP 回復効果も、必殺技で防御ダウンがあるので、合わせやすいと思います。モチーフ引く方はもちろんモチーフが良いと思います。血管1、必殺1、埋め込み1で、3個のデバフが達成可能です。公園水効果でも、攻撃を当てた敵にデバフを付与だね。一応銀狼は1人で5種類ほどデバフを付与できるので、さすがに本人なので条件は達成しやすいかなと。あれば普通に、ベルトモチーフでも強そうですね。散歩モチーフもいいと思いますが、持続ダメージバフが腐るので、効果命中欲しいなら普通に配布のが適正度超高いです。最後に、ボス素材ですが CBT だとこの用紙のやつだったようです。あとは、機械類の歯車が素材ですね。終ボスはヘルタステーションのボスになります。ということで、銀狼の事前ビルド動画でした。
ご視聴ありがとうございました。さようなら。